こんにちは。今回はちょっと思考を変えまして技術書について紹介したいかなと思います。私は結構技術書が好きでして頻繁に読むんですけど、その中でもこの技術書を読んで良かったなと思ったものがいくつかあったりしたので、それを26個紹介していきたいと思います。技術書についてはおおむね100冊以上読んでるかなと思いますので、その中の26個を厳選していますので、ある程度は参考になるかなと思います。なので技術書についておすすめが知りたいという方はぜひとも参考にしていただきますと幸いです。このチャンネルはプログラムにまつわる様々なことについて発信をしています。興味ある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、本動画に紹介しているこの記事のブログ、記事については、URL 概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひともそちらも合わせて見ていただけますと嬉しいです。はい、それでは本編に移ります。はい、でまず技術書といってもいろいろジャンルがあるかなと思いまして、大まかに私なりに、ジャンル分けした感じだと、まずウェブ技術の概要、フロントエンド、バックエンド、DB 関係、あと Linux、Git、Docker、あとはプログラミングの、作法とか思想系ですかね、が、大まかにあるかなと思います。これ以外にも結構設計とかいろいろあると思うんですけど、その点はとりあえずこれぐらいのジャンルで、絞らせていただきました。ので、この点で紹介していきたいと思います。基本的に、どれも、これは読んでよかったなっていう、技術書だけを、紹介しましたので、ぜひとも参考にください。まず最初が、超王道なんですけど、ウェブを支える技術ですね。これも超有名なので皆さんご存知だと思うんですけど、基本的にウェブ技術の概要を学ぶのであれば、この本が一番いいかなっていう印象です。ただ弱点としては結構情報がもう古いというか、結構昔の本なので、必ずしも最新の情報を反映しているというわけではないんですけど、なんだかんだ、基本的に古典というか、なんか読んでいて当たり前の本に当たるかなと思うので、古典で古い本ではあるんですけど、基本的に読んどいていいかなという本かなと思います。なんだかんだで、REST とか URI 設計とか HTTP ステータスコードといった、基本的な部分に触れている本って、そんなにない印象なので、その点がちゃんと書いてる本という点でも、かなり参考になる本として私は結構おすすめかなと思います。なのでまだ読んでないという方は、ぜひとも読んでほしいですかね。次は、API グループパーツでして、これも結構有名な本でして、私が以前働いていた企業の面接とかでも、この本は基本的に全員読んでいると言っていたぐらいでしたので、その点はやっぱこれ読んでいないと結構恥ずかしいというか、そういう風に見られてしまう本の一種であるかなと思うので、これも基本的にもう読んでおくべきかなと思います。はい、基本的に API の設計とかレスポンスデータの設計とかいった、API の基本について学ぶことができますので、基本的に、プログラミング、開発系のエンジニアであれば、API には関わってくると思うので、バックエンドだけじゃなくてフロントエンドエンジニアの方にも、ぜひとも読んでいただきたいかなと思います。で次がソフトウェアアーキテクチャの基礎でして、これは若干最近の本ですよね。結構分厚い本でして、これは別に正直なんか万人にお勧めしたいというわけでもないんですけど、ソフトウェア開発の本質とかアーキテクチャについて、解説している本、そんなにないかなという印象でして、その点結構なんか視点が独特で面白かったので、個人的にはいい本だなと思いました。その技術ばっかり求めて、技術ばっかになっちゃうのではなくて、マネジメント寄りのことも考えている人とか、CTO とかテックリード的なことを考えている人には結構参考になる、本かなと思いまして、私も正直、どっちかというとそっち側に、興味がある人間でしたので、その点結構刺さる部分があったので、好きな本ですね。結構分厚くて、読むのが一苦労でして、私も正直、全てを理解しきれたわけじゃないので、結構難易度は高めの本かなと思っています。なんかアーキテクチャに興味がある人とか、アーキテクトにとかですかね、あとは興味がある人とかは結構読んでいただけたら、いいかなと思います。はい、次が、ウェブ技術に関しては、そんな感じでして、次が、フロントエンド関係ですね。フロントエンド関係の本って結構たくさんあるかなと思っていまして、JavaScript の本も、めちゃくちゃたくさんあると思うんですけど、基本的に、JavaScript の本は、この細分ですね、これだけ読めばいいんじゃないか個人的には、思っています。ただ、この細分ものすごい分厚い本でして、内容もものすごい細かいので、多分いきなりやるとだいぶ挫折率上がっちゃうかなと思うんですけど、基本的になんか JavaScript の本質は、ここで学べばいいかなって思っているので、他のなんか優しめの書籍は、この本を読むための足がかりといった、印象ですね。その本だけでは多分 JavaScript の、本質は学べないと思うので、基本的にこの細分なんかあたりを、学ぶ必要があるかなと思うんですけど、その細分で挫折しないために、他の優しめの、JavaScript の本を学んでいくといった、印象が私の中ではちょっとあります。とはいってもこの細分
でさえ今若干なんだろう、記述が足りない部分とか、まあ、全てを網羅しているわけじゃないので、まあ、正直なんか本当にマジでフロントエンドで JavaScript を本当に極めていくっていうレベルの人であれば、まあ、多分細分でも、ちょっと若干足りないかなという印象もあるので、まあ、基本的になんだろう、バックエンドエンジニアが JavaScript を使うレベルであれば、この細分で十分かなと思っているんですけど、まあ、フロントエンドで本当に JavaScript を強みにしていくって場合は、多分細分だけでは足りないかなという印象ですね。まあ、その点なんだろう、JavaScript を基本的にもうなんか、まあ、実務テーブルでかなり使ってくるのであれば、もう基本的に読むのがマストかなというふうに、まあ、個人的には感じています。まあ、それ以外結構おすすめできる本ですね。まあ、基本的に、まあ、比較的、フロントエンドの本の中では新しい本にも当たるかなと思うので、まあ、情報が古すぎないという点でも、おすすめできます。で次が、タイプスクリプト関係の本でして、まあ、通称ベリーボンと言われている、タイプスクリプトの、入門書でして、まあ、これも基本的に、おすすめです。で結構、まあ、タイプスクリプトの本も、たくさんあるんですけど、まあ、個人的には、これが一番おすすめできるかなと思います。まあ、というのも、結構わかりやすくて、プログラミング初心者にもとっつきやすい、語り口なんですけど、内容がすごい実践的でして、私もかなり参考になりました。基本的にこれからの開発はもうタイプスクリプトは、結構主流になっていくかなと思いますので、結構バックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニア問わず勉強する必要が出てくるかなと思うんですけど、まあ、それを結構噛み砕いて説明してくれているんですけど、かといって内容もちゃんと、応用まで踏み込んでいいので、まあ、個人的には結構おすすめの本です。なのでぜひともこれを読んでいただきたいですね。で、まあ、フロントエンドは、軽くはこんな感じでして、まあ、次が、バックエンド関係でして、バックエンドは、まあ、主に Ruby について、紹介していきたいと思うんですけど、Ruby が、通称チェリーボンという、有名な本ですね。Ruby 界隈では多分皆さんもう知らない人いないっていうぐらい有名な本なんですけど、これは言わずもがな、名著でして、まあ、Ruby の基本はもちろん、ブロックや正規表現、ブロックと、そういうものについても、通じて分かりやすく解説されていて、まあ、結構、まあ、入門書で分かりやすいんですけど、ちょっと応用的な部分にも踏み込んでいけるという点で、かなりおすすめです。Ruby を使うエンジニアの方は、もう持っておいて損はないかなと思います。次が、オブジェクト思考実行、オブジェクト思考設計実践会でして、まあ、これはちょっと若干マイナーかなっていう印象なんですけど、まあ知ってる人は知ってる感じかと思うんですけど、まあ、これはちょっと Ruby でオブジェクト思考の威力を体験できるという本でして、まあ、オブジェクト思考関係の本は結構 Java とか、C++ 系の本が多い印象なんですけど、これは数少ない Ruby で書かれていた本という点で、まあ希少価値が高いといった感じですね。ただ Ruby の特徴であるダックタイピングとか、単一責任クラスとか、まあ依存関係の認識といった、まあ、なんか普通にプログラミングしてるとちょっと見落としがちな部分というか、まあ、その点について詳しく書かれていて、結構目から鱗の部分が多かったので、個人的には結構一押しの、技術書です。まあ、結構難しい本があると個人的には思うので、まあ、初心者にはあんまおすすめではないんですけど、結構まあ Ruby を使っていてなんかさらなる高みを目指したいという、方には、結構おすすめな本です。あとはもともとは Java 出身の人が、Java を使うとか、Ruby を使う場合とかですかねに結構、その Ruby のオブジェクト思考を体験できるのでおすすめです。次が、ちょっと若干変わりなんですけど、Ruby 技術者認定試験の、合格教本ですね。まあ参考書です。私の場合、Ruby シルバーを受験したんですけど、その際にこの参考書で勉強しまして、まあ、結構勉強になったなっていう印象がありまして、まあ、正直私は、Ruby、チェリーボンではなくて、この、こっちの、なんだろう、資格試験の勉強で Ruby の基礎を学んだ人なので、どっちかというとこっちの方が、結構骨身に、染みたなっていう、あれがあります。結構細かく書いてありまして、そのなんだろう、Ruby のプログラミングについて、詳しく学ぶにはかなり適しているかなという印象がありましたので、まあ、その点、なんか Ruby を体系的に学ぶという観点で見ても、かなりおすすめできる参考書かなと思います。もちろん、これで Ruby シルバーの受験とかしてもいいですし、まあ、しなくてもいいかなと思っています。Ruby に対する理解を、深めるという点でおすすめな本です。はい。まあ、次が、メタプログラミング Ruby という本がありまして、まあ、これも結構マイナーかなと思っているんですけど、まあ、結構個人的には一押しな本です。まあ、ちょっと若干古い本なので、まあ、その点が若干、まあ、懸念点ではあるんですけど、なんつうの、いわゆる Ruby での、ダックタイピングとか、メタプログラミングについて、学ぶことができまして、まあ、なんか、漠然と Ruby を書いてる、まあ、Rails とかで書いてるだけだと、思いつかないような技法とかを、この本から学ぶことができますので、まあ、個人的には、かなり面白い、本かなと思います。まあ、この本に書いてあることをそのまま、鵜呑みにして実行するというわけではなくて、なんていうの、自分の中のプログラミングの引き出しを増やすといった感じですね。ことができるかなと思うんで、まあ、あとこういう本ってあんまりない印象なので、まあ、その点でも結構おすすめだと思うので、Ruby というプログラミング言語にすごい興味がある人とか、まあ、そもそも Ruby に関係なくプログラミング言語のパワーみたいなものに興味がある人はぜひとも読んでほしいですね。私ももともと、そこまで Ruby が好きというわけでもなかったんですけど、この本を読んで Ruby がすごい言語だなって感じましたので、なんかもともと Python とかやっていて Ruby があんま好きじゃないっていう人にぜひとも読んでいただいて、Ruby すげえなっていうふうに感動してほしいなっていう本です。
この点メタプログラミング Ruby と、オブジェクト指向性形解では若干タイプが似ている本かなと思いまして、まあ、Ruby の、さらなる高みを目指す本にしておすすめな本ですかね。まあ、バックエンドはそんな感じで、あとあれですかね、まあ、Ruby on Rails 系だと、まあ無難ですけど Perfect Ruby on Rails がおすすめではあります。はい、まあまあ、Ruby on Rails の本はいくつか読んだんですけど、まあ、この本が一番、体系的に、書かれているかなという印象でして、まあ基本な感じその R スペックとかコンサーンとかドッカーといった、まあ、意外と見落としがちな部分についても触れているのは、結構高評価だったのでおすすめです。まあ、ただ Ruby on Rails については、ネット上で情報がたくさんあるので、まあ、本を読む必要があるのかっていう点も、まあ、正直あるかなと思うんですけど、まあ、本でしか、学べない点だとか、体系的に学習できないという点もあるかなと思うんで、まあ、基本はなんだろう、Rails チュートリアとか Rails ガイドのドキュメントを読んでもいいとは思うんですけど、なんか本で学びたいという人は、ぜひともこういう本を読んでいただくといいかなと思います。あとはちょっと Python 系でも、紹介したいんですけど、私は Python の、実務経験があるわけじゃないので、まあ、その点若干、ね、実践的な、ことは紹介できないんですけど、この Python 3という本は、まあ、いろんな Python の本を私もいろいろ読んだんですけど、まあ、その中で一番なんだろうまともというか実践的な印象があったのでおすすめができます。Python は結構極端でして、なんか優しすぎる本だったとか、あとはそもそもエンジニアじゃない人が書いていたり本だとか、あとエンジニア向けじゃない本、ビジネス向けの本だとか、そういう本たくさんあったりだとか、まあ、かというと、なんだろう、データサイエンスとか機械学習といった、もうかなり実践的な、実践的というか難しいものがあったりといった、なんか Python の本ってかなり両極端な印象がありまして、こういうなんかちょうど真ん中ら辺、通常のバックエンドエンジニア向けの本ってそんなにない印象なんですけど、まあ、このオライリーの本が一番その通常のバックエンドエンジニア向けの本っていう印象でしたので、まあ、その点で一番おすすめができるかなと思います。まあ、なので、まあ、基本的に Python で、Python という言語を学びたいという場合は、この本が一番おすすめかなと思います。で、次が若干変わりないですね。これは基本的にかなり初心者向けの本なんですけど、私が、独学で、プログラミングを勉強しているときに、使っていた本です。これは結構、まあ、今まで紹介した本の中でも、圧倒的に難易度が低い本でして、他の技術書が難しすぎて挫折してしまった人向けの本ですね。本当にこの本は分かりやすくてですね、多分、ネットの情報とか、動画とか見てもよく分かんねえっていう人でも、この本を読んだら分かるんじゃないかなっていう、本なので、その点、かなりおすすめです。なので、基本的に対象読者としては、実務未経験やプログラミング経験がほとんどない人向けの本ですね。人にとてもおすすめです。まあ、現役エンジニアにはおすすめできないんですけど、まあ、そういう、これからエンジニアを目指したい向けには、結構おすすめな本なので、他の技術書が難しすぎる方は、ぜひとも参考にしてください。で、まあ、あともう一つありまして、まあ、この同じシリーズの同じ作者の本なんですけど、こっちの本でも難しいという方は、こっちの方はもっと簡単ですので、そっちをおすすめしたいといった感じです。まあ、基本的にこっちの本が難しくなければ、こっちは読む必要ないかなと思います。はい。そんな感じで、次が、データベースと SQL でして、まあ、これも有名ですね。まあ、好きだから SQL 入門っていう本があるんですけど、まあ、これもかなり、業界で有名な本でして、まあ、多分大体の人が読んでる本かなと思います。まあ、SQL の基本を学ぶなら、この本か、まあ、あとは、動画とかで学んだりすることが多いかなと思います。あとは、DB 設計系の本だと、まあ、これも名著ですね。結構有名な本でして、まあ、DB 設計の本って、まあ、そんなに多くない印象なので、基本的に、読もうとしたら、これ本に必ずたどり着くというか、ことがあるかなと思うので、まあ、基本的に、DB 設計はバックエンドエンジニアが、どっかのタイミングで、行う作業かなと思いますので、読んでおく必要はあるかなと思います。あとは SQL 徹底指南書ですね。まあ、これもこれの姉妹書でして、まあ、どっちも有名ですね。まあ、ただ、個人的には、DB 設計の方が、マストの印象でして、SQL 指南書に関しては SQL を極めたい人向けっていう印象ですかね。こっちはどっちかというと、高度な SQL について学びますので、ただ正直そこまで高度な SQL が、全てのエンジニアが使うかっていうと微妙かなと思うので、マストなのは、好きで分かる SQL 入門レベルの SQL の知識でして、まあ、この本レベルの知識はどっちかというとそのなんか、かなり DB 寄りのエンジニアというか、本当に DB を、直接操作することが多いエンジニアの方とか、クエリを頻繁に書く機会が多いような人向けな機能、気がするので、まあ、その点、結構対象読者は限られるかなという印象はあります。ただ、名著であることは変わりがないので、読んでおいて損ないかなと思います。次が SQL アンチパターンですね。まあ、これ若干、DB 設計向けの方かなと思うんですけど、ついついなんだかんだ実務に、出ると SQL のアンチパターンに結構遭遇することもあったりしまして、まあ、そのなんかアンチパターンを避けるという点でも、アンチパターンがどういうものがあるかっていうのを、引き出しを増やしておくという点で、ぜひとも、読んでおくべきかなと思います。次が、ノー SQL 系でして、まあ、これが、デリス系の本ですね。デリスの方は、私の方でも YouTube の動画とか、記事を上げてるんですけど、この動画、この本は結構参考になりまして、参考にさせていただいた部分も多かったです。まあ、デリスは結構、最近特に使われている技術な割に、
詳しく書いてる、本とか動画があんまなかったりする気がするので、その点、結構、本が少ないという点でおすすめですかね。で、リスに焦点も当てて学びたい人にはおすすめできます。はい、次が、Linux 系でして、Linux 系で、一番おすすめのもの何かっていうと、私の中では、このエルピック、レベリッジの参考書ですね。私は Linux の勉強は基本的にこのエルピックで、学んだタイプの人なので、なんつうの、いわゆるなんつうの、なんか Linux の書籍で、Linux の基礎を学んだわけじゃないんですけど、ただ、別にエルピックを受けなくても、この Linux の参考書は結構勉強になるというか、参考になる記述がたくさんありまして、実際に私が実務、1年ぐらい経過した後にこの本を読み返した時に、実務で使ったコマンドは全て載っていました。なので基本的にそんなだろう、実務の基本レベルですかね。もちろん応用レベルはカバーしたわけじゃないんですけど、基本レベルに関しては、このエルピックレベル1で十分すぎるくらい、詳しく載っていますし、むしろここにあるコマンドは結構怪しいという人も多いんじゃないかなという印象なので、その点でこの本は、資格受けなくてもいいから、読んで学んでほしいというレベルでおすすめができます。体系的に書かれているという点でも、この本はかなりおすすめができるので、 Linux について体系的に学習したい人は、ぜひとも参考にしてください。あともう一つ Linux 関連というか、正確には Linux じゃないんですけど、シェルワンダイナー160分ノックという、ちょっと変わりないの本がありまして、これは基本的にシェルワンダイナーの本なので、Linux の本ではないんですけど、ただ結構 Linux について、造形が深い作者が書かれているかなと思うので、なんかシェルワンダイナーの学習を通して Linux の理解を深めることができるという、おまけ付きといった感じです。あと基本的にそのコマンドのシェルワンダイナーの威力とかを、見ることができますので、その点でも結構読み物としてもシンプルに面白いですし、勉強になる部分も多いかなと思います。なので Linux のちょっとやや応用的な部分とか、シェルワンダイナーを学びたい人はおすすめです。で、次は Git でして、Git については正直そんなに、本がないので、あんまりおすすめする本なかったんですけど、強いて言うのは読書 Git、この本が一番おすすめですかね。はい、一番 Git について体系的に書かれているかなというふうに思いましたし、結構私も参考になる部分がありました。ただ Git については正直、本というよりはやっぱ Web の情報がほとんどかなという感じがありまして、なんだかんだ Web のドキュメントとか読んで、学んでいくことが多いかなと思うので、本で軽く読んだ後に、深めていくのは Web の情報になってくるといった印象ですね。今後 Git についてもっと深い、結構レベルが高い本とか出てきたら、そっちを読んでいってもいいかなと思うんですけど、現時点ではそのような感じになるかなと思います。 Git については私も、記事を上げていますので、興味がある方は、ぜひとも、参考にしてください。次が Docker でして、Docker についてもやや高度な部分についてはあんまり本がないかなっていう印象でして、基本レベルの Docker の入門書はたくさんあるんですけど、その中で、一番おすすめな本が、この本ですかね。はい、一番わかりやすかったかなっていう感じでおすすめです。Docker は結構、極めていくと結構高度なトピックがあったりするんですけど、その点は結構なんだかの Docker のドキュメント読んだりだとか、ウェブの情報を探したりすることが、ほとんどかなと思いますので、はい、その点は、ウェブとかで探した方がいいかなっていう印象です。はい、次が、作法系、思想系でして、これが、言わずもがなで多分皆さん知ってると思うんですけど、D ラブコードですね。個人的には、一応、上げたんですけど、そんなにおすすめというほどでもないです。というのも結構当たり前すぎることが書かれているなっていう印象があるのと、あと使えているプログラム言語はそんなに、なんだっけな、C++ とかだったような気がしていまして、違ったすいません。そこまでみんながみんな使うプログラム言語じゃなかったような気がするので、その点でサンプルコードとしても、若干その読む負担があるなって印象がありまして、それに対して、書かれていることが割と普通だなっていう感じがありましたので、個人的にはそんなに、好きな本ではないんですけど、基本的になんだろう、これも読んでないと、読んでないのかっていうハラスメントを受けるくらいのレベルの本なので、基本的に、別に好きじゃなくても読む必要があるという感じですね。教科書といった感じです。はい。もう、嫌いでも読むしかないといった感じなので、一応、おすすめとして、出させていただきました。なので、一応、さらっと読むぐらいは読んどいた方がいいかなっていう印象です。はい。だから個人的には結構当たり前の部分が多いので、この当たり前のことが、ちゃんと自分は守れているかっていうことを、確認するために読んだりするのが、いいかなと思います。なんだかんだそういった当たり前のことが、おろそかになったりするのが、多いかなと思いますので、はい。そういうふうに使うのがいいかなと思います。で、もう一つが、Principle of Programming ですね。これも、DW コードみたいな、本なんですけど、DW コードより若干読みやすいですかね。なので、DW コードが、若干読みにくいといった人は、こっちの方が、ピンとくるんじゃないかなと思います。私も DW コードよりプリンシピルオブプログラミングの方が、好きな本かなと。若干 DW コードの方が、サンプルコードとか難しかった気がするので、その点プリンシピルオブプログラミングの方が、とっつきやすく本質が考えている感じがするので、なんつうの、なんか無駄に難しくないといった点で、おすすめですかね。はい。で、あとはユニックスという哲学という、哲学じゃない、ユニックスという考え方という、本もありまして、これは結構好き
き嫌い分かれますかね。私は結構好きな本なんですけど、結構嫌いな人は、作者の個人的な主観だっていう人も、言ってる人もいるので、結構好き嫌い分かれそうな本ではあるんですけど、一度は読んでいてもいいのかなっていう点でお勧めさせていただきました。こういう哲学とか思想系を結構学ぶのは結構面白いかなというふうに、個人的な思うので、そういう読み物が、好きな方はお勧めできます。あと最後に達人プログラマーですね。この本は結構個人的にはおすすめでして、リーダブルコードと同じく、確か、サンプルコードが Java とかだった、気がしたんですけど、リーダブルコードでこっちの方が、参考になる部分が多かった印象があります。リーダブルコードで一歩踏み込んだ、ことについて、書かれているので、結構リーダブルコードじゃ、当たり前すぎて面白くねっていう人に、おすすめしたい本ですね。とはいえ質問、達人プログラマーも結構有名な本なので、もうすでに読んでるよっていう人も多いかなと思います。なので、もう一度読み返していただいたりとかして、振り返ってみると結構新しい発見があったりするかなと思うので、何度読んでもいいかなっていう本かなと個人的には思います。以上、長々と、紹介させていただきたんですけど、結構厳選しちゃいましたね。はい。正直、これ以外にも、いいかなと思った本はいろいろあったんですけど、なんかまた読みたいかっていう本を考えたりとか、もし今自分が、ゼロから、プログラミングを勉強するということを考えたら、おそらくここにある26冊を読んでいくなって思いましたので、紹介しました。フロントエンドに関しては、フレームワークの本とかも、紹介したからめちゃくちゃ迷ったんですけど、フロントエンドのフレームワークに関してはやっぱりドキュメントが一番かなと思いましたので、紹介しませんでした。はい。その点とかも、本はいくつかあるので、興味がある方は、ぜひとも読んでいただいてもいいのかなと思いました。そうですね。結構私も技術書を読むのが結構趣味みたいなところがありまして、頻繁に読んでいるので、こういった、情報は、アップデートして、ぜひ届けていけたらいいかなと思っております。本動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。